えー、こんばんは。お疲れ様です。ラットです今ね、世界大会、1試合終わって、すぐカメラ回してるんですけど、まあ結果から言うと0-2です。0-2です。いやー、ボコボコにされましたね。いやー、マジかー。マジかー。バカ強かったのよ。あのー、ちょ試合見てない方はね、あの YouTube で多分調べればすぐ出ると思うんで、世界大会ね。 まあ見てほしいんですけども、クー、V.S. モハメドライトですね。まあ今現段階で一番強いと言われてる男なんですけど、いやーまあネタバレになるんであのデッキとかのね悩みはまあ,あんま言わないでおこうかなと思うんですけど、悔しいですね。まあさすがにさすがに悔しい。うーん。まあ強敵といえばね。 しっかりこう考えて、え相手のデッキ、タクに対して、まあ、これが一番いいよなとか、えこれはちょっと不意打ちで刺さりそうだなとか、いろいろ考えて、まあ、最後まで迷って迷って迷って、え採用したデッキの2つでね、まあ、ちょっと勝てなかったので、いやまあ、しょうがないんですよ。負けたのはしょうがないんですけど、いやー、悔しいですね、やっぱり、うん、結局。 勝負事やっぱ負けると悔しいですね。負けず嫌いなんでね。いやぁ <laughs> 完敗でしたね。これに関しては。うーん。や、うまかったなさすがにうまかったですね。壁をちょっと感じましたね。まあでもあのー、ボコボコにされた分、まあ、清ががしいわけでもないけど、まあ、 しょうがないなっていう、はい、思いもあるので、まあ、あと残りはね他の日本人選手もいますし、もっとチーム同じチームだったら麦いけけ、麦けれメインでね、はい、応援しつつ、しかもあとは観戦側でね応援側で、はい、見届けたいと思います。いやー、まあ、でも、世界大会出れたこと自体が僕、まあよかったですし、まあ、あとは本当にね、 自分の中での全力でやって、えー、そこはもう敗れたので、はい、仕方ないかなと思ってますまあでもそうですねまあでもめっちゃ悔しいですけどやっぱ楽しかったですねはいクララワがまあやってて楽しいですし当たり前にねこういう世界大会って家ですけど <laughs> 家のベッドですけど一応世界大会っていうものに出られて、えー、世界最強のね 男とこう対戦することができて、えー、まあ本気でぶつかって敗れたわけですから、はいまあ、そこに関してはね、僕の中では、まあ、いい気分、負けたけどね、負けたけど、いい気分ではないけどね、あのー、まあちょっとはいい気分というか、はい、楽しかったなと思ってます。えー、最後までね、応援してくださった皆さん、本当にねありがとうございました。勝てなくてごめんなさい